兵庫県などは今日、新たに3人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。このうち尼崎市の50代の会社員の女性は、看護師や患者など複数の感染が確認されている神戸赤十字病院に勤めていて、今月25日に発熱の症状があり、今日 PCR 検査で陽性が確認されました。また、昨日感染が確認された神戸市在住の90代の男性と70代の男性が、神戸赤十字病院の入院患者であることが分かりました。神戸赤十字病院に関連する感染者は、これで27人に上ります。